京都競馬11レーススワンステークス1400です。本レースは3番キングエルメスが過去1年間未出走です。この1等は予想対象外です。能力偏差値ですが、a ランク1等 b ランク1等 c ランク4等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を指数、グラフで解説していきます。最後に適性を反映した予想印を公開します。 それでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列右端が今回のレースとなっています指数は青色の折れ線で表されます黄色線は連帯目安ラインとなりますこの黄色線を上回っていれば高指数と判断できますその他の競争条件も同時にプロットされていますのでさまざまな適性分析が可能です例えば 3。三走前の競争条件を見ていきます。距離は紫色の丸です。3。走前は1800メートルとなります。一角通過順位はオレンジ色の四角です。3。走前は13番手となります。着順はピンク色です。3。走前は12ギとなります。馬場状態はグレーです。3。走前は両馬場となります。開催場は指数の上の数字または漢字です。3。走前は阪神となります。 馬体重変化は黒色です。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。5枠10番、ピンハイです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは A ランクとなります。金5層では、前走、4走前、5走前に黄色線を上回っています。特に5走前は、黄色線を11上回る優秀な指数をマークしています。能力的には、一歩リードしています。 連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は千四百メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと。一走前はオレンジ色の着順が九着で、紫の丸が二千。五走前はオレンジ色の着順が二着で、紫の丸が千八百。千八百が適距離ですが、過去一年、千八百以下の出走履歴がありません。 1400への距離短縮適正は不明ででリスクですす展開面を見ていきます先行力分析シートに切り替えて一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬が1頭います先行タイプが3頭いますこの一角侵入予想図の状況からはミドルペースが予測できます客室による有利不利は少なそうです指数グラフに戻って この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は8番手からの競馬です。5走前は7番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は55で11位です。上がり指数は71でトップです。まずまずの上がり指数で、ちょい差しを見せられそうです。 展開面は若干のプラス評価をしていいですレース間隔を見ていきます横軸一目盛りが2週間の1開催を表します今回は19週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くか大きなリスクがありますレース間隔はマイナス評価していいです上適性を見ていきます指数の上の漢字が開催場を表しますここが数字だと東地京都での出走です京都では 他の開催場と比べて、格子数をマークしています。上適性はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。2枠4番、クランフォードです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。 距離適正を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前は、紫の丸が1400。1400は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前は2番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は88で2位です。上がり指数は61で11位です。 まずまずの先行力で好意につけられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。5枠9番ウィン・カーネリアンです。能力偏差値は3位で偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では3層前5層前に黄色線を上回っています。能力的には2番手グループの一角で。 連帯四角は十分ですす距離適正を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3走前は紫の丸が16001600が適距離ですが2走前の紫の丸1200ではまずまずの指数をマークしています1400も守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3走前は花を切っての競馬です 鼻を切って逃げが必須のタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は102でトップです。上がり指数は64で9位です。楽に逃げられる高い先行力を持っています。展開面はプラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。今回は21週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。 次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。8枠16番、セルバーグです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は、紫の丸が千六百。 1600が適距離ですが過去1年1600以下の出走履歴がありません1400への距離短縮適性は不明でリスクです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前はク番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は78で4位です上がり指数は52で16位です 上がり指数は評価できません。させないリスクがあります。展開面は、若干のマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。6枠11番、シングザットソングです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位馬には一歩劣りますが、連体資格は十分です。 距離適正を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は、紫の丸が1600。2層前は、紫の丸が1400。1600が適距離ですが、1400も守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は4番手からの競馬です。2走前は後ろから。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。 展開分析シートに切り替えます。先行力は61で8位です。上がり指数は67で4位です。先行力、上がり指数とも平凡で、させないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定黒の星を打っています。7枠13番、ノーブル・ロジャーです。能力偏差値は6位で、 偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では2層前、4層前に黄色線を上回っています。能力的には上位馬には一歩を取りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は紫の丸が1600、4層前は紫の丸が1800、1600が適距離ですが、過去1年。 1600以下の出走履歴がありません1400への距離短縮適性は不明でリスクです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は6番手からの競馬です4走前は2番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は72で6位です上がり指数は65で7位です先行力 上がり指数とも平凡でさせないリスクも若干あります展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないですレース間隔を見ていきます今回は15週間の休み明けからの叩き2戦目となります叩き2層目の上積みを期待できますレース間隔はプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定黒の星を打っています3枠6番オフトレールです 能力偏差値は7位で偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では2層前に黄色線を上回っています。上がり指数が高評価できるのは4層前は黄色線を1上回っています。能力的には上位馬には一歩をりますが連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が1800。 1800が適距離ですが、過去1年、1600以下の出走履歴がありません。1400への距離短縮適正は不明でリスクです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前は後ろから、後方からの差し、追い込みが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は45で14位です。上がり指数は69で2位です。まずまずの上がり指数で、 差し足を見せられそうです展開面は若干のプラス評価していいですレース間隔を見ていきます今回は14週間の休み明けからの叩き2戦目となります叩き2層目の上積みを期待できますレース間隔はプラス評価していいです過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った10番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません評価対象外です 暫定丸を打った4番の対戦成績は有力馬との直接対戦がありません。評価対象外です。暫定黒三角を打った9番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。暫定白三角を打った16番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。暫定×を打った11番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません。 以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは、10番、ピンハイです。能力偏差値は、トップの A ランクです。距離とレース間隔にリスクはあります。展開と、上適性を高評価しました。対抗丸を打ったのは、4番、クランフォードです。能力偏差値は、2位の B ランクです。距離と展開を高評価しました。 黒三角を打ったのは9番ウィン・カーネリアンです。能力偏差値は3位の C ランクです。レース感覚にリスクはあります。展開を高評価しました。白三角を打ったのは11番シング・ザット・ソングです。能力偏差値は5位の C ランクです。バツを打ったのは6番オフトレールです。能力偏差値は7位の D ランクです。距離にリスクはありますが、 展開とレース間隔を高評価しました以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながりますぜひ指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです次に 全レース公開の PDF に掲載しておりますシンプルグラフを紹介しますそれではシシンンププルルググララフフへ切り替えますシンプルグラフは表示範囲を過去5層に絞り指数グラフより簡易に能力判断適性分析が可能となりなますシンプルグラフの見方ですが過去5層の指数を青色の折れ線で表しています四角の中の数字は着順を表します黄色線は連帯目安で この黄色線を上回っていれば連帯確率が高い指数となります下部にはコース情報を表しています上部にはレース間隔を表していますそれではシンプルグラフにて評価上位馬を解説していきます20丸を打ったのは5枠10番ピンハイです過去5層の指数を見ていきます1層前は京都2000にて黄色線を8上回っています2層前は黄色線を1下回っています 3走前は7下回っています4走前は中京2000にて黄色線を3上回っています5走前は京都1800にて黄色線を11上回っています次の馬のシンプルグラフへ切り替えます丸を打ったのは2枠4番クランフォードです過去5走の指数を見ていきます1走前は今回と同距離の中京1400にて黄色線を2上回っています 2層前は今回と同条件の京都1400にて黄色線を2上回っています。3層前は黄色線を5下回っています。4層前は14下回っています。5層前は17下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。黒三角を打ったのは5枠9番、ウィン・カーネリアンです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を1下回っています。二層前は一下回っています。 3走前は東京1600にて、黄色線を3上回っています。5走前は東京1800にて、黄色線を2上回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。白三角を打ったのは、8枠16番、セルバーグです。過去5層の指数を見ていきます。1走前は中山1600にて、黄色線を8上回っています。2走前は黄色線を20下回っています。 3層前は14下回っています。4層前は18下回っています。5層前は3下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。×を打ったのは6枠11番シングザットソングです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を1下回っています。2層前は5下回っています。3層前は12下回っています。4層前は18下回っています。 5層前は5下回っています以上、偏差値上位馬をシンプルグラフで解説してきましたこの統一指数によるシンプルグラフは全レースをノートにて公開しております全場のグラフを1ページに配置し一覧性を高めております全レースの PDF の入手先はこの動画の注釈にリンクがありますのでぜひご利用ください 最後に、ノートにて公開しております。全場全レースの指数グラフ PDF をご紹介いたします。ノートの URL はこの動画の説明文に記載しておりますので、ぜひご利用ください。このシートは、過去5層の出走履歴と統一指数を一般的な馬柱にて表示したものです。次のシートです。このシートは、動画で紹介しております指数グラフの各馬の一覧です。 過去1年のの出走履歴とと指指数数をプロットしているフフルバージョンの指数グラフとなります次のシートです。このシートは、過去5層に絞ったシンプルグラフとなります。まずは、このシンプルグラフでの能力判断から始めてみてはいかがでしょうか。次のシートです。このシートでは、上部の表はレース予想動画でも紹介しております。適正分析後の評価一覧となります。指数グラフから読み取れる各種適正について表示しております。 下部の表は、展開分析のデータとなる。各馬の先行力とその順位、各馬の上がり指数とその順位となります。右隣は一角通過予想図となります。次のシートです。このシートは、推奨レースの動画紹介しております。全レースの本命馬について、勝利確率、推奨ランク、適正と能力比較ごみの推奨リスクを表示しております。 この推奨リスクを参考に馬券戦略を練ってみてはいかがでしょうか。